最後の演者ですけれども、内容について、ちょっと最近事業仕分けなどもありまして、科学者が自分のたちのやってる研究関係しているプロジェクトをどのように皆さんにご説明して、あと評価を受けるかということが非常に重要視されております。それで私たち のやってます統合データベースプロジェクトでも、もちろんその辺をいかに厳しいご意見いただくか、さっきの統合的に例にとりますと、こういうとこ使いにくいとか、もうそんなものをやめてしまえ、もしくはこれで役に立ったと言っていただけるような声をどうやって集めるかというのをやっております。でそれをやっているのが構想が広報チームとしてやっておりまして、今日はその、一環としてやりましたユーザー評価についてちょっとご紹介させていただきます。よろしく。ご紹介ありがとうございます。私、ライフサイエンス統合データベースセンターで広報をしております高沢由美と申します。よろしくお願いします。まずはじめにですね、私が広報として普段行っている仕事というのを少しご紹介しながら、話を始めたいと思います。まずこちらなんですけれども、プレスリリースの原稿になります。例えば新しいサービスを公開した時ですとか、何か新しい何かイベントを行う際に、このような紙媒体もしくは電子媒体でニュースリリースを行うということを行っています。でこちらの上の方の写真なんですけれども、こちらはブースを出展している様子になります。今回の日本分子生物学会ですとか民間の展示会などにこのようなブースを出展して、私どもで提供しているサービスというのをご紹介しています。でこちらの下の方の写真なんですけれども、こちらは、6月に行ったシンポジウムの様子なんですが、このようなシンポジウムですとかランチョンセミナーをのイベントの企画運営というのも広報の仕事の一部として行っています。でまた今回のお話の中心となりますこのユーザー評価というのも広報の仕事の一環として行っています。で実際にこういうような広報活動というのが、そのサービスを作る開発者と実際にそれを使う利用者との間でどういう関係にあるのかというのをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、私自身の個人的な考えなんですけれども、この広報の役割というのは、このサービスの開発者とその利用者をつなぐような役割があるのではないかと考えています。と言いますのも、まず、開発者によってここでサービスが作られます。するとこのサービスを広く知ってもらって使ってもらうために、先ほど申し上げましたニュース配信ですとかブース出展、イベントの企画運営ということを行います。でこのようにしてサービスが普及してきますと利用者が増えてきます。すると今度は利用者の情報をサービスの開発者に伝えるというようなことができるようになります。この利用者が持っている情報を集めて、そしてサービスの開発者に戻す、こういうようなことをするために、例えばですけれども出展しているブースで聞き取り調査を行ったり、ユーザー評価を行ったりということを行っています。でこの開発者から利用者へ情報を提供して、また利用者からの情報を開発者に戻す、こういうようなサイクルをぐるぐる回していくことによって、サービスの質というのが上がっていくというふうに考えています。で特にこのサイクルをぐるぐる回す過程で、やはりどうしても利用者になる皆さんの声が必要になりますので、ぜひともこのユーザー評価にご協力いただきたいというのが今回の発表の趣旨になります。でまたこのユーザー評価への参加というのも、皆さんご自身の研究や仕事の中で、より良い情報環境を整備していく一つの手段としても使えるのではないかというご提案でもあります。で実際にこれからユーザー評価についてご紹介したいと思うんですけれども、この中で、ユーザー評価の存在をどれぐらいの方が知っているかというのを知りたいんですが、会場の皆さんの中で統合データベースプロジェクトのユーザー評価を知っているという方、手を挙げていただいてもいいですか。ありがとうございます。その中で実際に参加されている方というのはどれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。
それではユーザー評価についてなんですけれども、私どものユーザー評価はウェブサイト記入形式で年に一度行っています。平成19年から始めましたので今年で3年目を迎えています。こちらの URL から、この評価サイトというのは実際にアクセスしていただけます。ユーザー評価はその、年の前年度のサービスや取り組みを対象にしていますので、今年ですと今年は平成21年ですので平成20年4月から21年3月に開発されたサービスを中心に評価を行いました。ユーザー評価への参加というのは登録ボランティア制でメールで、評価の専用サイトへご案内しています。このメールが、届いてから約3週間程度の評価記入期間を設けています。参考までに今年は9月の17日から10月の13日が評価の記入期間でした。で実際にではこのユーザー評価でどういった項目を記入していくかということなんですけれども、今こちらにご覧いただいているのが生命科学データベース横断検索の、記入項目欄になります。とこの生命科学データベース横断検索というのはご存知の方も多いかもしれないですが、その生命科学の分子データベースをその特許や創設史要旨集などの文献と合わせて、Google のような形で一気に検索するといったサービスになっています。でこちら、こちらなんですけれども、まずタイトルがこの上にありまして、今読み上げたようなサービスの特徴を 1,2 行程度で説明した文があります。続いて記入項目の1つ目になります選択肢があります。こちらは、かなり役に立ちそうなのでどんどん進めてほしいという選択肢から、全く役に立たさそうなのでやめた方が良いという選択肢の5段階の選択肢になっていまして、その5つのうちのどれかを、投票ボタンを押して選択してするという形になっています。2つ目の記入項目は、自由記述欄でして、この選択肢の下に設けられている白い箱の中にコメントやご意見を書いてコメントの挿入というボタンを押していただきます。この自由記述欄の特徴は、先に評価をした他の方のコメントを参照しながら自分のコメントや意見を書き込むことができるという点にあります。でユーザー評価のサイトには、この基本的にこの記入項目として自由記述欄と選択肢の2つを設けてまして、各サービスについてそれぞれ評価していただくという方法をとっています。この記入項目以外に、例えばですけれども生命科学データベース横断検索の場合にはテストサーチボタンというのを用意しています。こちらのボタンなんですけれども、こちらをクリックしていただきますと、別ウィンドウで実際の生命科学データベース横断検索が立ち上がります。その中には、その画面にはこちらで用意しましたサンプルクエリーが入っていますので、検索ボタンを押していただくとこのサービスの動作を体験することができるようになっています。で私どもで提供しているサービスの中には、こういった検索に向かないものもありますので、そういうものについては、ショーイメージボタンというものを用意しています。例えば、先ほど小野さんとかボーノさんの発表の中でも、紹介があったと思うんですけれども、この統合テレビのようなデータベースやウェブツールの使い方を動画で配信するようなサービスについては、こちらのショーイメージボタンがついています。こちらをクリックしますと小さなウィンドウが開きまして、こちらではそのサービスの使い方を模式的に示しています。でこのようなショーイメージボタンですとかテストサーチボタンを利用しながら、先ほどの選択肢と自由記述欄で評価をしてもらっています。集めた結果については結果をまとめてウェブサイトとして公開しています。現在こちらの URL から今年の分を公開していますので、ぜひ一度ご覧いただければと思います。
選択肢の結果についてはグラフにしてまとめて表示しています。各サービスについて全体の投票の総数とそれぞれの選択肢の内訳の割合を出しています。自由記述欄についてはコメントを 表形式にまとめて表示しています。またこのコメントの中にはご質問ですとかご意見がありますので、それぞれについて担当の開発者が回答するというようなことも行っています。今年のユーザー評価についても同じように各担当者が回答をする予定にな回答を記載する予定になっています。結果をこのようにしてウェブサイトで公開するほか、私どもではこのいただいたコメントを開発段階に反映させていただき反映するようなことも行っています。具体例で一つがですね、生命科学データベース横断検索なんですけれども、昨年度まではこのようなユーザーインターフェースを用いていました。でこのインターフェースを実際にユーザー評価にかけましたところ、検索結果の表示がまあ見にくいですとかつかみにくいという意見がありましたので、それを踏まえまして今年度からはこのようなユーザーインターフェースに変わっています。このユーザーインターフェースの特徴として、各データベースでのヒット件数がまあ左側にこちらの左側に現れるというのと、あと検索結果を表示させようとしますと、データベースごとに新しいタブが生成されるという仕組みになっています。その他にはその他のサービスの中では、使い方が分かりにくいですとか、どういった場面で使ったらいいのかが分からないというような意見もありましたので、そういうサービスについてはヘルプを充実させました。またサービス全体として国際化対応が必要ではないかというご意見も多数ありましたので、一部のサービスについては英語での提供も始めています。またこの一環として国際シンポジウムを今年に入って開催しました。このようにして皆さんからいただいた意見を実際の開発に活用させていただいています。で今年で3年目に入るユーザー評価なんですけれども、課題はまだいくつかあるというふうに考えています。参考までに今年の評価者の職業と専門分野というのをお見せしているんですけれども、まず一つ目にやはり、評価者に参加していただく全体の母数というのがまだ少ないので、これを増やしていく必要があるかなというふうに考えています。また現場の声をやはり届けたいというのがありますので、現場というのは学生さんですとか、こちらの学生さんとかポスドク研究員の方に当たると思うんですけれども、そういった現場にいる方の声 をもう少し拾う必要があるので、この方たちの意見が取り入れられるようにしたいと考えていますので、ぜひユーザー評価にご協力いただきたいと思っています。また今年のユーザー評価に限ってなんですけれども、ちょっとこちらで欲張りすぎまして、評価するサービスの対象がすごく多くなってしまったので、それはちょっと来年は少し改善してあまり多くならないようにしたいというふうに考えていますので、今年やってちょっと懲りてしまったという方、ぜひそんなことを少なくしますので、来年も参加してください。で最後に、来年のユーザー評価というのは2010年の夏頃に行う予定です。ユーザー評価への参加やご質問はこちらフィードバックアット DBCLS ロイス ACJP にお寄せください。特にユーザー評価へ参加しても構わないという方は、お名前とご所属とメールアドレスを明記いただければと思います。またブースも分子生物学会でブースも出展しています。小判番号は140番になりますので、そちらにもお時間があればぜひお立ち寄りください。今までの発表の中で出てきたサービスを実際にデモ PC を用いて体験していただくこともできますので、ぜひお時間があればお立ち寄りください。以上になります。ご清聴ありがとうございました。